よっ、おはようお寿司。お、タモリさん、おはようございます。今日もお疲れ様です。お疲れ様で、あ、すんげえ鍵にいっちゃった。よし、じゃあ今日はね、まずレベルを上げてからね、始めようと思います。この右上の寿司ゲージを今日はね、マックスにしてから、ちょっとね、お寿司クラフト始めていこうと思います。多分ね、こんだけ用意したんで、おそらくだけど、多分レベルアップすると思います。こんだけあれば、ご飯こんだけ調達するにね、すんごい時間かかった。では行きます。じゃん、どう、来た。あ、めっちゃ行った。え、待って待って待って、一気に2段階も上行った。すげえ。なんだろう、おにぎりと巻き寿司と、多分これわさびかな、わさびと生姜かな、多分生姜だ。これ生姜までレベルが上がりました。おお、いいじゃん。はい、ではやっていきましょう。まあ、いきなりね、2段階もレベル上がったんで、まあ、次はなんだろう、多分サーモンあたりかな。次多分サーモンあたりが作れるようになると思うんで、まあ、これからまだガンガンレベル上げていこうと思います。そろそろあれだね、わさびが欲しいなーっていう時期なんだけど、わさびどこで手に入るのかな。やイメージでは山ん中にさ、すんげえ水が綺麗な山ん中になんかあるイメージなんだけどね、わさびって。生姜はあれでしょ、多分なんか植えたらポンってできるでしょ、多分あんま確信ないけど。よし、じゃあちょっと今日またお腹空いてるんで、ご飯食べてから行きましょうか。あー、おいしい、あー、おいしい、あー、うまい。やっぱ巻き寿司の前で食う巻き寿司はうまいなーなあ、タモリさんね、おいしいよね。すんげえ引いちゃってるわ。自分が真っ黒になるぐらい、自分のグラさんと同じ色になるぐらいまで引いちゃうもんね。もう全身がグラサンになっちゃうっていう、さすがもうタモリさんはすげえな。グラサン精神がすごい。よし、じゃあ行きましょうか。じゃあ今日はね、まあ、前回と引き続き同じような感じになっちゃうんだけど、巻き寿司、まあ、これは巻き寿司の中でもカルフォニアロールっていう、まあなんかちょっとね、普通の巻き寿司じゃないやつを捕まえたんだけど、今回は普通のなんて言うんだろう、ザ巻き寿司っていう、なんか、キュウリとか、が入ってるやつ。待ってね、まぁちょっとね、パッと思いつかなかったけど、まあ、キュウリとか、あと、たくあんとか、あとなんだろう、アナゴとかが入ってる、巻き寿司を今回は捕まえに行こうと思います。じゃあ、パートナーはね、お寿司を連れていきましょう。さっきおなじみのね、もうスタメンですね、完全に。あ、お魚がなかった。あれ、俺、あ、あったわ、手元に。よし、じゃあ行くぞ寿司。じゃあ行きましょう、レッツゴー。よし、じゃあ今回もこっち方面攻めようかな。前回はあっち向こう側に行ったよね、桜がすんげえ咲いてるあの向こうの方をね行ったんだけど、今回はこっちに行こうと思います。多分ね、割とね、お寿司キャラはね、自然湧きするらしいんで、今までいなかったとこにも、ひょっとしたらね、いる可能性があるんで、それを狙ってね、ちょっとガンガン行こうかなと思います。よし。あ、牛がいるな。ちょっと晩ご飯に取っとこう。いただきまーす。ブシュクシッ、ブシュクシッ、ブシュクシッ、ブシュクシッ。お、すげえ今の、今めっちゃかっこよない今の、また。今さ、あんま見んかったけどさ、お寿司がさ、上から降ってきて、天柱のように、牛の首筋をぐさって今言ったけど、すげえ。お寿司かっこええ、マジで。これなんかジャパニーズ忍者やね。今のめっちゃかっこいいんやけど、
なんかまさに天誅だった、天誅。すげえ。そんなテクニックあるんだ、お寿司に。ちょっと惚れちゃうな、お寿司に、これから。よし。じゃあ行こうか。行くぞ、寿司。めっちゃぼーっとしてんな。行くぞ。たまにね、反応しないんだよね、やっぱり、寿司が。ちょくちょくと。さあ、この平原を攻めていこうかな。多分ね、草むらに湧きやすいから、この辺、ワンチャン狙えると思うんだよね。そうなんだけどな。パッと見すんげえ、いそうな感じがするんだけど、牛一匹、あ、いたわ。お前ちょっと空気読んでよ。今さ、俺牛一匹いないって言おうとしたのにさ、目の 言おうとした瞬間に牛一匹現れるのやめて。ちょうど一匹現れるの、その、KY かよ。お、え、待って！びっくりした びっくりした、今 いや、その、おい、ちょっとだるまさんが転んだじゃないけどさ、その、コロ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 出てくるのやめて びっくりした、今お寿司をさ、今ついてきてるかなっていう確認しようと思ったら、今回目的で探そうと思った巻き寿司がいる。え、マジで？そんな簡単に出てくんの？もうちょうど今、もう夕方だけど。え、マジか。すげえ嬉しい。皆さん、これがこのお寿司、寿司ペットの中で、出てくる、巻き寿司のペットです。ちょ、中身見ていこうか。多分だけど、これはね、エビフライかな。エビフライ、キャベツ、卵焼き的な感じのやつですね。美味しいやつだね。じゃあ、早速仲間にしていきましょう。ブシッ！あ、一発だ！やった。結構一発でみんな生きちゃうんだな。見た目がカタツムリっぽいから何にしようかな。巻き寿司か。巻き寿司でカタツムリっぽい。マイマイとかでいこうかな。よし。ちょっと可愛いね、マイマイ。なんか割とね、真面目だよね、この名前。今までに比べたらさ だって今までさ、おにぎりに寿司っていう名前つけてさ、カルフォニアロールにタモリっていう名前つけちゃう つけちゃうぐらいだったからね、今回はすごい真面目だった気がするわ。よし、じゃあ帰るぞ。マイマイ。行くぞ、マイマイ。反応しないな。なんかその顔すんげえ腹立つな なんか、馬鹿にされてる気がするんだけど、気のせいか。あれ、マイマイが反応しない、なあ、した？反応した？あ、やっぱ反応しないな。たまになんかさ、やたらと反抗期来るんだよね、みんな。お、オッケーオッケー。これで来るかな。よし、じゃあ帰るぞ、みんな。あー、今日の晩ご飯は焼肉やな。4枚のヒレ肉。いいね。いいね。よし、帰るぞ。よーし、ただいま。ふぅ。よしよし、着いた着いた。あ、いいね、なんか、マイマイ結構可愛いの。でも動きがさ、くる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 回って可愛いな。でも絶対これ食べたくないね。だってさ、海苔にさ、すんげえなんかゴミがついてると。あ、タモリさんがめっちゃ奥に行っちゃった。よし、じゃあ、君もここで、ちょっと、はい。お座りしてもらって。お寿司もこうやってお座りしてもらおうか。よし、じゃあ、今日は晩ご飯、焼肉屋店でよ。薪がないな。薪じゃないわ。石炭か。あったあった。ついでにお湯もあったわ。よし。はあ。そう、これでさ、しかも、ついでに言っとくとさ、これが、タモリさんのお家で、お寿司のお家はさ、今んとこないんだけど、マイマイのお家をちょっと今、焼肉を焼ける間にちょっと作っとこうかな、軽く。どうしようかな。どんな感じがいい？カタツムリっぽいやつがいいかな。って言っても今ね、木しか持ってないから。木しか持ってないから、タモリさんと同じ感じになっちゃうけど、なんかこんな感じの、あ、もう、建築センスがね、やっぱね
やっぱね、溢れ出るよね。何これ 何公衆便所これ。 ひでえなこれ。そんな適当に作ったとはいえこれはひどいな。もう全米がびっくりしちゃうぐらいのクオリティだわ。まいまい、ちょっとこっちやぞ。こっちこっち、君のお家だ。あ、こっち来んやな。ちょっと押していただけようか。じゃあ、よいしょ。よし。で、この穴に、ホールインワン、あ、あれ、ホールイン、あ、ちょっと穴が小さかったか。2個分あるんか、じゃあ体が。結構大きいんだな、思ったより。そうか、そうか。じゃあ、こんな感じに穴開けて、ホールインワン、オッケー。で、ここで眠らせてあげれば。よし。じゃあ、これで、マイマイのお家が できました。まあ、こんな感じでね、なんか、カタツムリっぽい感じの家が、できたんじゃないでしょうかね。よし。 じゃあ、ご飯食べて寝よっか。と思ったけど、今お腹いっぱいなんか。あ、そうか、朝ごはん食べた、あ、やばい。朝ごはんに食べた、巻き寿司が結構お腹に残ったよね。よし、じゃあ、今日はこの辺で寝ます。じゃあ、お寿司。おやすみ。よし。じゃあな。